よし、久しぶりだね、まさか先生。昨日なんで来ねえんだよねって話をしてさ、昨日伊沢さん怒ってましたよ。そうそう、殺すっつって、あ、俺のこと。そうそう、だ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 、他に何の、何があんの。昨日さ、下でさ、あの、厚美さんでは来てるさ、で、しが、しがちゃん連絡よこさないねよって、しがちゃん音信不通だって話になってた。いや、昨日はね、ぐったり死んでました。ぐったり死んでた。ほら、ハワイアンズからもう。募集の空だもん。はい。ポリ箱大きいの取ってください。あと小さいやつ。はい、ます。ポッピーお願いします。はい、3人ともホッピー。なんかジジイ、ジジイ集まってるか半端ないね。もう成人病だもんね。成人病軍団、軍団だもんね。ダメだね、ダメだね。アルコールが状態に入ってます。ギリギリ体にいいからね。0.5 よくはないか。普通に焼酎入れて。なしがさんいなかったの昨日こっちに。そうです、そうです。昨日さ、昨日とか一昨日、その子供連れてハワイアンズに行ってきて、昨日帰ってきて、一昨日、一昨日って平日じゃん。はい、そうそう、学校休んで。え、思うの。いやいや、あのこういう滑り台プールとかで遊んできたっていう。志賀さん上に登って帰ってて息切れて死んでしまった。いや、そんなことないんだけど。おお、涼しい。でも言ったらメガネは、メガネかけちゃダメですみたいな。あと腰痛もじゃダメですみたいな。わかんねえ。あ、メガネダメなの。ダメなんだ。コンタクト行かって行かねえんだ。はい、コンタクトもダメなの。本当だ、本当だ、また、え、ど、どの、あの、この滑り台？俺滑ってるよ、コンタクトで。まあ、それはほら、コンタクトですっていう自己申告してないから。黙ってれば全然大丈夫なんだ。そうですよ。もう、あれ裸で やんなきゃダメだ。そうそう、タイパンもいらねえぐらい。ボケだけ言ったら、言ったら捉えます。例えばリサちゃんが言って27、初め27って言って、あ、やっぱり26ですって言われて、あ、やっぱり27ですって。さっきマシから電話来た。本当、うわ、そうすればと思って、どこにいんのって言うから、うん、仙台です。ま、しがちゃんと仕事してす。うっさー、俺腰入れて赤羽で途中下車したんだって。あ、そう、あ、いないな、じゃあ帰っかな、せで戻っかなって言ったんだけど、そこからなんか1分ぐらいしたら、やっぱり丸増せ行きてんで。あー、丸増せ、うん、マス一人で、一人で行ってきて。え、マス、マスで、マスかた。へぇ、で、写真いっぱい送ってきてるんですよ。だけど、私入院してる、これ一人ってやつを、おばちゃん行って、あの、送ったんだけど、その前になんか大量に注文したらしく、腹いっぱいだっつって。今多分今頃新幹線乗ってるんだけど、いつもナポリタン。じゃあ丸松屋も IT 化したんだね。お土産 IT 化した、iOS になってる。 iPad 全部オーダーとか全部 iPad。 まあ、いいんじゃないの、支払いするときになんかこれこれピンって払えるの、もしかして。俺はできねえ。そこはきっちり現金だけど。とうとうもうそういうのの注文、そのデジタル化の波も、そこまで押し寄せたか。そうだよ、偉いこと。今までこういう札に、札があって、それをビラッとこさったら、あの、何番のテーブルってとか、カウンターってとこにこう刺していったんだから。うん、アナログなレジスターで、そこからいきなり iOS だから。いや、もうブラインドでこれ。俺10月2週目ぐらいにそっち行くかも。いるのや。多分。いるか。まあでも分かんない。あの、いるとこに合わせて行くけどな。10月の2週目くらいはね。まあ、連休日はいるのか。もらって。俺も10月の2、3週目だね。3週目はダメな。全然あの、6でもねえことがこういうのはダメだけど、2週目か4週目だったら。
や行かなきゃいけないんだ俺ちょっと3000の2枚でさすがに読まれてて、うん、いよ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 行かなきゃいけなくなったから、ね、それで 8% いただきます。あ、10じゃあれ私請求書を送るのは10でいいんだよ。なんかさ、あの SNC 退任した役員の大野さんって、はいはい、大野さん仲良しの大野さんっていうのがいて、大野さんだからなんか転職なんか新しいなんかなんかね、でなんかあのほらさ、エイトっていうあのビジネス系の SNS でさ、大野さん登録してて、まあまあまあフォローじゃないけど、なんかこういうことやりましたなんて話。そうだね、あのデジタルのディスプレイ、あのほらあの 3D のさ、あのこういうのあんじゃん、猫ね、猫ね、あの手のあれなんか大野さんやったらしくてさ、大野さんとそのなるだろうとその一味みたいなのがやったらしくて、まあ、あの時いいんだよあれがーなんて言ってて、ね、でまあ SNC 俺つないでもらってるあれもあって、でちょっとお前来てちゃんと自分で話しなさいよって言われて、なんかありましたしてもらえれば、どんどん行きたいな。東京都って今街灯とかそういうネオンっていうのを住宅地とかそういうところに要は光を入れちゃいけないみたいな、だから例えばギラギラギラとなってるのを居住地区に光が折れないようにしないといけない。その代わり、そういうそういう除外の地域ではもっとじゃんじゃんやるって話。だから新宿とかみたいなところはゴリゴリにいろいろできるんだけど、ちょっと住宅地みたいなところでなんかそういうことは絶対やめるよみたいな感じになって、自ら東京都もそういうのやってんだよとして。そうなんだ。今あの小田急のビル建て替えしてるんだけど、あれほらなんか足場作ってネット張ってさ、チリでないようにとかするじゃん、あのビル壊してる、あ、うんうん、バリケードみたいな、あそこそのままでもったいないからってんで、あそこをこうスクリーンにしたりとか、あマジでこれシェーマップにしたりとかしてる。どんだけ金余ってんだよ東京都。それだってそこにそんだけ金ぶっ込むの、だってどうせ提供するんだろ、いや、そんなに期間限定でやるんです。だって北京都って韓国より GDP 大きいからね。まあ、一応金持ってんだから、金持ってんだよな。東京都に入り込むのって本当に難しいよな。俺も席に入り込んでる。マジや、あれ本当に難しいわ。いや、うち直接入り込んでない。だからもうがっつり入り込んでるところを組むのね。組んで、あのうちのコミッショナーの営業努力が、さすがさすが、まあまあやなんだよ、じゃあ会長ですから。コミッショナーの努力、会長だからね。なんですよ、あのゴールデンタイムで一番偉い人だから。うん、お悩みですよ。でもそれでね、いろいろ今は話来たりとかしてるよ。三択さん、霧と梅一つずつ。一緒頭が上がってない。長ね。だからウイスキーが減ってても文句は言わない。もうこの日のためにね、いろいろ買って帰るわけですよ。そうそう、もう山崎とか飲んでるからね。山崎が白州の、あれこの前なんだっけ、どっかで白州見つけたとかって言ったんだけど、やるどこに悪いみたいなツイートか、ツイッターとかポストしたわよ。ああ、じゃあそれはね、日課のフルムザバレ、フルムザバレですね。はい、でも東京では絶対手に入るんだろ。でもこの辺に行くと、ね、行くと売ってからもろっと売ってんだよね。フロムザバレル、こんなのないか、あれハイボールにすると、ハイボールにするとうまいっちゃう、濃い。そう、うん、そうだよ、もう量とか全然違うな。あれ、ほら、日課系の味とさ、サントリーの味って違うじゃん。うん、日課系ってスモーキーな、うん、そうなの。あれが好きだと、フロムザバレル好き。俺、日課はもうスーパー日課一択よ。あの復刻版スーパー日課って出たんだよね、結構前に。そうそう、今ジローのところでブラックニッカ飲んでるんです。えブラックニッカスペシャル、ブラックニッカもいいね。いや俺も大好き、あれもね、でっかい瓶やん、あれいいのよ結構、バチバチ冷やしてね。あれジローのとこってシガちゃんと行った時にマスカット行ったんだけど、あれじゃ OK、 違うっけ、違う違う、俺が行った時、俺一緒に行ったことないよ。ないけ、ない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 っけ、うん、行ったけど閉まってるとか。あ、だっけ、お金はいつ払えばいいのって言ったら、
ああそう志賀さんじゃねえよ。いたのが有馬君と有馬君のマスカタとダンサーだっけな。もうあ違うあっちゃんだ。有馬君のあっちゃんのマスがいて行ったら最悪だと思ってドアすぐ閉めて帰ろうとしたらガーッと捕まって、ね、座れって言われてマジかよって嫌なんだけどって言ったんだけど、まあ、とりあえず座れ。いや俺もねマスとあと山ちゃん山本勇とあと行った時はあんだけどさ、やっぱあの元二郎知り合い軍団はやっぱり行くは行くんだよねみんな。いやまあ顔ひどいよね、ジロちゃん。まあ、ジロ屋だもん。思わず開けた瞬間、有馬くんいるときギャッて声出たもん。ギャッ、ギャッ、バタッ、閉める。まあ、うん。まあ、あれはもう酔っ払うと結構めんどくさい人になるからね。あ、でもね、かなりそのときすんげー泥酔してさ、あの子さ。そしたらね、泥酔すると少し優しい。中途半端に酔っ払ってると異常に俺に当たりきついんだよ昔からあっちゃんはどうだ。あっちゃんあっちゃんはすげえ久々だったからあっちゃんの腹をポンポンポンってやってやっぱりさあんたいい加減してよどうなってんのっつってずっとあっちゃんの話はあらそんなんてさだってあの人ここにコップ飲むの飲むこれやこうやってこうやってなんかこうやってなんか飲めるレモン。レフワンレーサーじゃねえな。あれで大丈夫なんだからさ。仕草なんか頼むぜ。俺らは焼き魚頼むぜ。あ、そう。焼き魚。残念ながらサンマは売り切れました。サンマは腰を食って終わりです。なるほど。うん、でも今年サンマもしかして大丈夫かもな。だって中国人食わねえ。うまっ。いやそれそれが。でかいですでもさほらあの最近なんかあの女川でも上がったことしさ。そうですね。でも全然ぶっといらしいよ。あそうなんだ、うん、あ女川の方が大きいんですか。うんぶっといっていうよなんかへえ。 X かっこ旧 Twitter の情報によると、うん、俺の知り合いのあの、うん、地元の軍団のあれでは、うん、今年のぶっといなみたいな、うん、あいいんじゃない。これはいいんじゃないかみたいな。だってなんかさこの高温でさ、なんかその今まで痩せてたような量が増えていったりとか、うん、あとあの熊がすごいらしいじゃん、暴れて。何だと？サンマの内臓。熊。自分は食べるわけない。熊、うん、人かぶついてるよね、どいろところかまるんですね。頑張っていけばいいの？頑張っていけば。今日エサちゃん来ねえの。エサちゃん来ねえ。エサちゃんね今ねお酒あんまり飲まないようにしてっから、まあ、いいことだ。なるべく誘わないようにしてポイントポイントだけで飲めずまくなし酒飲むたびに電話してると全然彼女の計画が崩れてしまうから、うん、だって昨日もノンアル飲んでたよずっと。あそう、うん、俺もハワイアンズでノンアル飲んでたよ。いやハワイそれは運転してたんでしょ。いやじゃあ運転は俺させいやあのさせてもらえないの。おいしい。そうなの。おいしいお酒にあります。あ日本酒車買ったのは俺だけど、これ一回しか運転したことないです。させてもらえない。なんでなんで？俺の運転怖いんだって。嘘。昔はそんなこと一言も言わないから。そうですね。千代の運転も大概じゃねえ。運転は怖い。いや、あのね、こうなんなんのハンドル握ると、あ見上げる。ほらカーッとくるタイプの人っているじゃない。うん。ちょどっちかというとそっちだ。え、志賀さん？あいや、中央はどっちかというと運転するとこう血が昇るタイプ。道芸みたいな。クラクションなんてバカそう。外国人じゃん。ほら。ラテン系で。ラテン系で。パパーみたいな。うん、俺ここ10年ぐらいクラクションって鳴らしたことないんだけど。クラクションって本当に 90% 鳴る。鳴らせるシチュエーションってあんまないんだって。9割よ。いや俺もう違うよ。なんか大人になってからクラクションって鳴らしたことないの。俺自分の車のクラクションどんな音するか知らねえもん。
ブツ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 言いながら喋ってる。何この車どのこのあのこのって言いながら。ドゲやみたいな。チンピラじゃん。って運転してるよ。まあもともと中不良系だからね。いや、うん、それいいんだけど、いやあの清之助乗ってんだから。まあね。ね。で、ね、あとほら、なんていうのその。なんだっけ、あの煽り運転やら何やらさ、人はどんなことにドラレコンがね、どんなことに腹立てる人いるか分かんないから、清之助乗ってんだからそこはさって、そんな話して乗ってんの、そうそうそう、そこはさって、すげえ社会派だね、落ち着いてみたいな。だってさ、ちょっとしかしたら頼んだ、なんだカニ味噌もあるよ、カニ味噌あるよ、カニ味噌、カニ味噌焼いてもらうといいよ。あ、さっき俺丸増しやなって言ったからさ、あのフローズンカニ味噌、あフローズンカニ味噌ね、うん、え何それ、凍ってんの、凍ってんの、丸増し屋のカニ味 噌, 味噌、だからこうチョコレートの板チョコみたいな感じで出てくる、怖い、いやだからでも口の中でとろけるからね、うん、それはそれでね美味しいじゃん、うまいね、ガリガリに凍ってんのよ、フローズンカニ味噌、そんなそんなもの初めて聞いたんだけど、いや丸増し屋は美味しいのよ、なかなかないよ、カニ味噌凍らせて出てくるって思ってないね、聞いたことない、どういう状況なのか全然わかんないもん、それがねうまいのよ、マジか、俺さっきさこれさ全部入れたんだけど半分だよね、はい、いやソファーの全入れで、まあそ、まあもう一回中おかわり、中おかわり系はあるじゃん、うん、まあね、そういうことだよね、いや故障は相変わらず思い切ってんなと思って見て、うん、思い切ってんだけど、さすがだろ、志賀さんは半分入れたのに、あ、うん、半分なんだろう、いや大体これ1本で2杯だよ、これで、これ1本で2杯、本当でしょ、いや俺は結構、俺こう、俺はあの飲みすぎないようにセットで飲み切るようにしてるじゃん何そんな節操悪いようなこと言って、酔っ払って倒れるじゃん、そんな節操なく飲んでらしても、俺はもうお任せしますよ、俺ももうすぐ60歳だから大人になってんの、いやもう俺はもう60オーバーしてるんで、家族もだったんでしょ、これ中市で飲み切りかましたら1時間ぐらいで帰るよ、マジで、あ、旦那さんは若くしなくなりました、うん、そうですね、やっぱこうアルコールを感じた方がうまいよね、そうね、そうそう、もう感じには見えない、アルコール酒飲む時にアルコールを感じない酒はいらないもん、うん、そのハワイアンズでさ、ゼロカロリーのあのスーパードライ飲んだのね、一本飲むのが精一杯だった飲み切れねえよね、美味しくなくて、でもだからあれはそれ、あれはうまくね、あのなんでなんでそれ飲んだの、いやアルコール飲もうとするとうちの千代様が怒るから、本当だからそれはそれで飲みながらそこに金宮のちっちゃいやつ買ってきて入れればいいんですよ、金宮のちっちゃいやつ、昨日言ったけどノンアルは札幌の瓶が一番うまいってイサちゃんが言ってて、あそうなんだ、止まったね、ここにでもここにあるんだけど、やっぱ瓶だよね、札幌の瓶が結構ね酸味がすごいんだよ、強いんだよね、なんかよし親方のせいにして腐ってんじゃねえかって言わないの、それ腐ってるっていうなんかまあちょっとこう飲み応えがないから結構酸味でカバーしてるところあるんだよね、うん、それはゼロとかそうだよな、それは札幌、うん、札幌のあのノンアルはうまいって板ちゃんが昨日言ってた、あそう、なんか札幌結構さあのなんだっけ、いや 50ml しか飲むのカロリー違う、糖質ゼロとかさ、ああいうやつも結構札幌がいろいろやるんだよね、うん、札幌とサントリーだね、札幌で国税乗り込んできて税金払えたんだよ、え糖質ゼロが一番絞り、糖質ゼロが一番うまいんじゃない、あそう、うん、あれが一番いいな、結構俺スーパードライ派だったから、うん、で他でなんかそのほらお店で飲む時なんかは、まあ、カロリーゼロではないけど、うん、ハートランドはもう美味しいなって、まあ、あれは味するもんね、人間調査の中で頼むだろ、加藤さん、うん、いや バドとかハイネケ飲むんだったらハートランド美味しいな、あーまあバドはね、まあ、バドライト水なんで、ね、あれはなんかね、
俺の腰はバドライト独特だから、うん、まあ、海外に出張したらバドライトしか飲んでねえよ。あとは大概としてミラーライズ、ね、あミラーライズどっちかしかない水だもんね。一本60円ぐらいしか入れんけど、やっさめな。こっちは24本買おうぜとか。こんなのって。これここに2泊してる間に飲み切れんじゃねえかとかって。同じものを困っちゃう。最後でしょ。拠点決めたらな。ハーバンで。いや俺ガブに行ってからハートランド飲むようになった。まあ新人。うん新人のところ。あそこハートランドだから。あもう、うん。あでもハートランドは味するもんね。うん。まだあの国産外だと、うん、まともな方だと思う。いいね、大丈夫。失礼いたします。はい、お待たせいたしました。あんまや。あ、ホテルから。何？あ、そう、そうです。知ってた、これ。はい。平行固定っていうのできるって知ってた。すごい。え、これこのカメラ何？GoPro。GoPro。あ、GoPro なのこれ。